こんにちは。赤尾です。本日は昼の作業用怖い話190をお送りいたします。では、早速。昼怖ー。俺は22歳のフリーターだ。小さい頃に父親を事故で亡くしており、母さんと二人暮らし。母さんとはすごく仲良しである。最近まで俺はろくに働きもせず、母さんが何個もパートを掛け持ちし、体を壊してしまった。しかも母さんはドジなのか体中にあちこちあざができている。そのおかげというのも言い方が悪いが、俺も反省し心を入れ替えることができ、頑張って働いている。母さん、もう迷惑はかけないしこれからは俺が養っていくから。と言うと母親は泣いて喜んでくれた。バイトが終わりいつものように A、B、C 子と俺の部屋で酒を飲んでいると。〇〇神社にこれからみんなで肝試しに行こう。よっしゃ、〇〇神社に肝試しだ。いいねえ、みんな行くぞ。酔ってたこともあり、みんなで原付に乗って、飲酒運転だが、〇〇神社に行くことになった。〇〇神社とは地元では有名な心霊スポットで、本堂の脇にある小屋に深夜訪れると霊が出るという噂だ。時間は夜中の1時、原付3台で飛ばして神社がある山の麓に到着した。神社は少し山の中にあるのでほぼ真っ暗である。懐中電灯とわずかな月明かりで神社へ向かう。シーコビビってるんじゃない？全然怖くないもんね。怖かったら俺の手繋いできてもいいぞ。A こそ怖くなったら B か俺くんとハグしとき。くだらない話で盛り上がっていたためか恐怖感は全くなかった。そして神社へ到着した。例の小屋はボロボロであり、辺りは静寂に包まれていた。よし入るか。そう言って A が小屋の扉を開けた。真っ暗で何も見えない。懐中電灯を照らし中へ入った。何も出ないな。拍子抜けだな。写真でも撮って何か映るのを期待しようか。おのおのスマホやデジカメで小屋の中の写真を撮った。このまま帰るのもあれだし、神社全体を探索して心霊写真撮ろうぜ。心霊写真撮れたやつ1万円かけようか。心霊写真撮れた人が勝ちね。しゃあ燃えてきた。てな感じで各自バラバラに行動して、20分後に神社の境内に集合ということになった。本堂の中、小屋の周り、賽銭箱など写真を撮りまくった。そんなこんなで約束の時間に俺は境内に戻った。が、B の姿がない。あれ？ B は？あいつお金欲しさに時間延長して写真撮ってんだろ。しかしそれから10分経っても B が帰ってこない。まさか例に。バカ言え、俺はみんなで探すぞ。そう言って手分けして神社の中を探したが B は見つからなかった。3人で話し合った結果先に山の麓に戻ったんだろうということになった。もし麓にいなかったらヤバくない？絶対いるって、大丈夫。まるでそう自分に言い聞かせているみたいだった。みんな徐々に焦燥感と恐怖感が出てくる。もう少しで山の麓というぐらいまで来たとき。おい、あれはなんだ？15メートル先の木の陰に布のような黒い影がゆらゆら揺れていた。もう少し近づいてよく見てみる。するとその瞬間その木から何かが飛び出してきた。お前らを呪い殺してやる。うわ。はっはっは、ビビってやがる。お前脅かすなよ。いやいや霊が出てこなかったから脅かしてやろうと思って。ちょっとちびったじゃないか。もう俺くん汚い。B のおかげで無駄にビビったが何より無事でよかった。そして俺たちは山のふもとに着き原付に乗って帰った。原付で帰っている途中、コンタクトレンズがずれてきた。目が痛いし原付を止めてちょっと目薬した。B たちは先に行ってしまっているので、追いつこうと少し飛ばした。交差点に差し掛かった時、交差点からものすごいスピードを出したトラックが突っ込んできた。とっさにかわそうとしたが、間に合わず、俺の原付にぶつかった。その後の記憶はない。目が覚めると俺は病院のベッドにいた。頭が痛い。どうやら頭を打ったようだ。ナースを呼び状況を聞くと、どうやら俺は1ヶ月近く寝たきりだったらしい。トラックの運転手は飲酒運転で信号無視をしたとのこと。トラックは原付とぶつかった後電柱に激突しその運転手は即死。俺は頭を打ったため、記憶障害が起こる可能性があると言われた。俺はあまり実感が湧かずとりあえず生きててよかったとポジティブに考えた。しばらくして A、B、C 子がお見舞いに来てくれた。大丈夫か？お前は無事で本当によかった。ほんと心配したよ。
みんな泣いて喜んでくれた。しかし少し A、B の表情は曇っていた。おい浮かない顔してどうした？ナースからその、聞いたか？記憶障害のことかな？ああ、あまり実感湧かないがもう平気だよ。そうか、それならよかった。退院したらみんなでまた遊ぼう。いいねえ。え？いや俺が退院したらみんなでパーッと遊ぼう。ああ、前と同じように。とはいかないがパーッと遊ぼう。B 気にしすぎだって。人生ポジティブにいかないとな。気にするに決まってんだろが。A が急に怒り出した。まあ A 落ち着け。俺らも辛いが、一番辛いのは俺くんだろ。そうだな。すまん。とりあえず俺は本当に大丈夫だから気にするな。そろそろ面会時間が終わるらしいし、またお見舞い来てくれ。おう、じゃあまたな。そうして3人は帰って行った。俺の記憶障害ってそんなにひどいのか？あの A の怒りようから察して俺は心配になってきた。次の日医者に詳しい病状を聞いた。医者が言うには、過去の一部やこれからの記憶がほんの一部欠落するかもしれないということだけで、日常生活に支障はないということだった。A たちが心配しすぎってことが分かって俺は少しほっとした。退院まで2週間に迫った時、B 一人がお見舞いに来た。他愛もない話や、この1ヶ月の間に起こったニュースなど話していると。肝試しの時俺が調子に乗って隠れて驚かせずに、すぐ帰ってたらこんなことにはならなかったよな。マジでごめん。俺はピンピンしてるしほんと大丈夫だって。じゃあ今度飯でもおごれよう。ああ、任せろ。話変わるが最近誰かにつけられてる気がする。B イケメンだから女の子のファンとかだろ。いやそうだといいが、夜中に軽くコンビニ行く時も必ず視線を感じるんだよ。まあ大丈夫だろ気のせいだって。B は不安そうであったが俺がなんとか励まし少し元気になったような気がした。そして2週間が経ち俺が退院したその日、そのまま退院祝いということで A、B、C こと俺の4人で居酒屋に飲みに行った。よし今日は楽しもう。そだな B、俺くんも退院できたことだし久しぶりに今日は飲もうぜ。とりあえずみんなビールでいいよな。店員さん、ビールで。俺は酒に弱いが今日は飲みまくろう。お待たせしました。ビールが3つ運ばれてきた。1つ足りないじゃん、店員さんビールあと1つ。俺くん今日は飲みまくろうな、乾杯しようか。ビール4つ揃うまで乾杯は待とうぜ。もう A は空気読めないんだから。え？あ、そういうことか、ごめん。そしてみんなビールが揃ったところで。乾杯！とグラスをガチャンと合わせる。俺が入院する前と変わらないいつものメンバー。そしていつもの楽しくてくだらない会話を交わす。それはそうと B もそろそろ彼女できた？おい B、何無視してるんだよ。あ、ごめん、聞いてなかった。そろそろ彼女できたか？って。いやーまだできてないね。俺は理想高いし。せっかくイケメンなんだから彼女作れよう。それはそうと俺くんはあいつのこと忘れられそうか？あいつ？誰のことだよ。俺は結構前から好きな人がいるって A と B は知ってるだろ。誰？あいつの次は知らねえよ。入院先のナースか？結構おばちゃんじゃん。俺の好きな人それは C 子だ。C 子を目の前にしてこんなこと言えるわけない。以前 A と B に相談した時俺が C 子になかなかアタックできないので、二人に早く告白しろって突っ込まれたな。しかしこんな居酒屋で告白するわけもないし、A も空気の読めないやつめ。そんなこんなで飲み会が終わった。もう夜の11時過ぎであり A が明日早いとのことで俺たちは解散した。一人で帰っている時、ふと疑問が頭に浮かんだ。母さんはなんで一度も見舞いに来なかったんだ？俺と母さんはだいぶ仲いいのにな。俺が入院してバイトできないからパートで忙しいのか、また働かせてしまっていたら申し訳ないなと思っているうちに久しぶりに家に着いた。ただいま。俺が元気よく母さんのいる1階、俺の部屋は2階の部屋に入ると母さんはテレビを見ていた。しかし俺の姿に気づくと母さんはひどく驚いて後じさりした。というより少し怯えている。久しぶりだからってそんなに驚くことないだろ。もう大丈夫なの？もう大丈夫、俺のせいでまたパートしてる？もちろんしてるわよ。ごめん、明日から働くしもうやめていいからな、おやすみ。そう言うと母さんはキョトンとしていた。そう言って俺は自室に戻ってベッドに横になった。しかし俺はよく生きてたな、っていう実感が湧いてくる。うとうとしその日は眠りについた。
その夜中嫌な夢を見て目覚めてしまった。また眠ろうと目をつむっていると違和感を感じた。視線を感じる。どこからだ？部屋のドアが少し開いている。薄目で見てみるとドアの隙間に、目があった。誰かが覗いている？その目はやけにニヤニヤしたような目をしていた。鼓動が速くなる。なんなんだ一体？もう一度、今度ははっきり目を開けて見てみる。目は消えていた。少し安堵したが、焦りながらも必死で考える。見間違い？まさか幽霊？そんなこんな考えているうちに朝になった。一体何だったんだ？朝になると恐怖感は消え、あれは夢だったということにした。それにしても嫌な夢だった。携帯を見てみると B からメールが来ていた。さっきからずっと誰かに見られている。怖い。俺はすぐに B に電話してみる。3回コールが鳴った後。もしもし。もしもし、大丈夫か？ああなんとか。目は朝になると消えていたんだ。俺の家は5階なのに窓に目があった。マジかよ。実は俺も昨日ドアの隙間から覗かれていた。お前もか、まさかあの肝試しのせいなのか？ちょっと A たちにも確認してみる。A たち？あ、頼むわ。俺は A と C 子にメールを送ってみた。C 子からの返信はすぐあり。大丈夫、何もなかったよ。そしてしばらくして A からも何もなかったという返信が返ってきた。俺と B だけなぜ？思い当たる節を探したが何もわからなかった。とりあえずまた今日からバイトが始まる。母さんを楽させなければならない。そういえば母の日がもうすぐだっけ。よしバイトに向かいますか。原付はあの日大破したか、新しい原付をトラックの運転手の親族から弁償してもらっていた。原付を走らせる。やがて山のふもとを通るとき、山への入り口に髪がボサボサで白いワンピースを着た女が背中向きで立っていた。人は滅多に通らない場所であり、少し疑問に思いながらもあまり気にせずバイトへ向かった。お疲れ様です。夜になりバイトが終わった。母の日は何をあげようかな？と考えながら帰路に着く。するとまた山のふもとに差し掛かったとき、まだいた。白いワンピースの女がまたもやこちらに背を向けて立っていた。少し俺は気味が悪くなりながらもそこを通り抜け、もうすぐ曲がり角というところで、俺はコンタクトレンズが乾いてきたので原付を一旦止める。目薬をした後、少し前方に見えにくいが黒い点々としたものがある。なんだろうか？近づいて見てみると。大量の巻き菱みたいなトゲトゲした金属がばらまかれていた。危なかった。あのまま目薬をせずに通っていたら曲がり角でクラッシュしていたかもしれない。さすがにこれは悪質ないたずらなので警察に通報し、いつもとは違う道で家へと帰った。家のガレージに到着した。家の玄関のポストを見てみると手紙が入っていた。差出人は不明。その場で手紙を開けてみる。そこには赤い文字で。死ね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 。うわ。なんだこれは？気持ち悪い。最後の方をよく見てみると。死ね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 、思い出した？と書いてあった？思い出した？とは何のことだろうか。手紙が気持ち悪すぎて、すぐさまぐちゃぐちゃにして投げ捨てた。家に入ると母さんは薄暗い部屋でうなだれていた。母さんただいま。母さんどうした？わ、何でもないのよ。母さんは何かに怯えているようだった。さっきの手紙のこともあり俺は母さんが誰かに嫌がらせされているのか？と思い強い口調で言った。何があったのかはっきり教えろ。午後ごめんなさい、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 ごめんなさい。母さんはブルブルと震えている。いや怒ってないから何があったのか教えてほしい。実は、2時間前ぐらいにチャイムが鳴ってね。ドアスコープから覗いてみると、白いワンピースを着た女が立っていたの。とりあえずドアを開けるとその女はいなかった。またしばらくしてチャイムが鳴って同じようにドアスコープを覗くとさっきの女が。それでどうなった？その後怖くなって部屋で怯えてると何度も何度もチャイムが鳴って、俺くんが家に着いた時にやっと止まった。白いワンピースを着た女とは俺が山のふもとで見た女のことだろう。俺も少し恐怖感が出てきた。退院後からなぜか嫌なことが続く。霊的な何かなのか？俺が狙われている？とりあえず A にでも相談してみようと、メールを送った。するとすぐ返信があり。心配なら俺にすぐ電話しろ。実は B も同じ白いワンピースの女の子につけられていると相談された。お前ら気をつけろよ。え？ B もなのか？
昨日の夜のことといい俺と B が狙われているのは確定的に感じてきた。しかし思い当たる節が。まさか本当にあの肝試しのせいなのか?ぐるぐると思い巡らしているうちに眠くなり寝てしまった。目が覚めた。嫌な夢でも見たのだろうか汗でびっしょりだった。夜中の3時だ。少し暑くなったので窓を開ける。すると家の縁側に誰かがいるのが見えた。何やらこそこそ何かしている。誰だ?俺が叫ぶとそいつは急に家の中に入ってきた。じゃあ?悲鳴が聞こえる。俺は急いで1階に戻ると、母さんは尻餅をついていた。母さん、誰か入ってこなかった?変な白いワンピースの女が家に入ってきて、母さんがいることに気づくと家の裏戸の方に逃げたわ。俺は恐る恐る、家の裏戸の方に近づく。心臓が痛いくらいに高鳴ってきた。よし行くか。バッと裏戸を見た。しかし誰もいない。家の裏戸も鍵が閉まっていた。家の中にまだいるのか?しかし母さんの部屋から裏戸までは隠れる場所もなく、その後家中を探しても女は見当たらなかった。それにしてもあの女はこそこそ何をしていたのか?家の縁側を見てみると、古新聞に大量の灯油が注がれていた。放火する気だったのか、あの時に目覚めなければ家は燃やされていたであろう。あの女の正体、原因を突き止めないと命が危ない。母さんは精神的に弱いので俺は心配になり声をかける。母さん、大丈夫?もう大丈夫よ。母さんは案外平気そうで安心した。いつもなら気を失ってしまっていたと思うが少し精神的に強くなったのかな?明日母の日のプレゼントを買って気を紛らわしてあげよう。A たちをあんまり巻き込むのもあれなので今回のことは言わないでおこう。とりあえず再び警察に通報し周囲を警戒してもらった。これで安心とはいかないが疲れていたのでまた眠りにつく。次の日、昼前ぐらいに起きた。今日はバイトはないが母の日のプレゼントを買いに行こう。そう思って原付に乗ってデパートまで向かう。何がいいかな?デパートに着くと母の日セールがやっていた。が、何を買えばいいのかわからない。C子にメールで聞いてみると腕時計がいいんじゃない?と言われた。正直そんなにお金に余裕があるわけではないので、安めのシンプルな腕時計を買った。そういえば母さんは腕時計を壊していたしちょうどいいな。と思い家に帰る。帰る途中、また山のふもとを通らないといけない。息は何もなかったがさすがに少し気味が悪い。しかし幸い今日は誰もいなかった。胸を撫で下ろし、家に着く。早くプレゼントを渡したい、そう思い母さんの部屋に勢いよく入る。あ。ドアの音に驚いたのか、母さんは驚いてビクビク震え出した。ちょっと驚きすぎだって、あとはいこれ、母の日だからプレゼントな。そう言って綺麗にラッピングされた腕時計を渡す。母さんはちょっと驚きながらも少しずつ包装を剥がし、腕時計を見ると少し笑顔になった。ありがとう。ぼそっとつぶやいたぐらいだったが、喜んでいるようだった。俺はそれが嬉しくて足取り軽く自室へと戻る。今日の夜は A、B、C 子たちと遊ぼうかな。そう思っていると窓が急に暗くなった。2階にある自室の窓の方を見ると、白いワンピースの女がこっちを見ていた。俺に対する憎悪がこもった目をしていた。肌はまるで死人のように白い。でもあれ?こいつはまさか。携帯の着信音で目が覚めた。どうやら気を失っていたらしい。窓にはもうあの女の姿はなく、障害のせいか全く顔を思い出せない。携帯を手に取る。B からだ。もしもし、どうした?って。電波悪いな。もしもし?白い、女、け。白い、女?うわわあああああ。突然 B が叫んだ。おい、B、どうした?もしもし?返事がない。もしもし、もしもし?思い出した?電話が切れた。最後に B の声ではない無機質な女のような声が聞こえた。B が前言っていたストーカーか?俺は再び B の電話にかけ直す。しかし何度かけ直しても B が電話に出ることはなかった。俺はパニックになりながらも A と C 子に B が襲われたことを電話し、A と C 子が俺の家に急いできた。おい、俺から電話しても B に繋がらない。警察には電話したか?忘れてた。すぐ電話する。俺は B の家の方向を探しに行く。私も探しに。待って3人で探そう。俺が電話し終わったら一緒に行こう。え?わかった早く電話しろ。
警察に事の事情を話し、最後の無機質な女の声は伏せておいたが、3人で B の家の近くを探しに行った。いない。居酒屋の近くを探したがこっちにもいない。警察も一晩中街を探したが見つからず B は行方不明となった。B どこに行っちゃったんだろ。C 子は泣き出し俺は背中をさすることしかできなかった。俺くん一人で何してんだよ。もっと B が行きそうなとこ考えろよ。B は他に何か言ってなかったか？白い女？としか言ってなかった。電波が悪くて聞き取りにくかったんだよ。電波が悪い？早くそれを言えよ。電波悪いってことは地下とかにいるってヒントだろ。さすが A だ。こういう時は頭も働くし何より頼もしい。地下がある建物。地下鉄？バカ、今夜中だから地下鉄はないだろ。電波悪い。まさか〇〇神社？おいやめろよ。なんであんなとこ行くんだよ。他にないだろ。探しに行くぞ。そして原付にまたがり神社に向かおうとしたが、原付が暴れだし俺は放り出された。幸い草むらがあるところに投げ出されたので怪我はなかった。大丈夫？おい、大丈夫か？草むらのおかげでなんとか。原付が急に。なんで？ A と C 子は原付の近くまで見に行くと、顔が青ざめた。どうしたんだ？原付のタイヤがナイフかなんかで切られてパンクさせられてる。俺も立ち上がり見に行くと確かにタイヤが切られていた。おかしい。さっきデパートの帰りの時は原付は普通に乗れたしタイヤも普通だった。やはり白いワンピースの女に狙われているのは B だけじゃなくて俺もなのか？三人で話し合った結果俺の身を案じて俺たちは一旦家に戻ることにした。警察に〇〇神社にいるかもしれないことは話しておいた。もう明け方の5時近くということもあり、三人はとりあえず解散し、俺は部屋に戻った。そのままベッドにうずくまる。B は大丈夫なのか。B の次は俺だ。こうなるとおちおち寝てもいられない。俺は護身用に金属バットを片手にずっと起きてやる。疲れていたせいかすごく眠かったが、恐怖感が勝ち起きていられた。日も上がり11時近くなった頃電話が鳴った。警察からだ。もしもし。もしもし、B さんが発見されました。本当ですか？ B は今どこに？非常に申し上げにくいのですが、B さんは遺体で発見されました。え？嘘ですよね。B さんは〇〇神社の本堂の隣の小屋で無残な姿に、何者かに殺害されたとみて捜査しています。B が死んだ。殺されたんだあの白い女に。しかも〇〇神社で、俺たちがあの日肝試ししたせいだ。霊の恨みを買ってしまったんだ。でもなぜ俺と B だけ？俺は友を失ったショックと次は自分が襲われるという恐怖で放心していた。A と C 子に B が亡くなったことを連絡した。電話すると A は泣き叫び怒り狂っていた。C 子はなぜか落ち着いていた。強がっているのだろう。A と電話したとき。白いワンピースの女許せねえ。俺が夜〇〇神社に行ってぶちのめす。やめろ、相手は得体の知れない霊か何かかもしれない。次に狙われるのは俺だし、俺が一人で決着をつける。B も失って悲しいのは俺だけじゃないぞ。今日の夜一緒に行くぞ。待て、いろいろ準備もあるし明日一緒に行こう、絶対だ。わかった。また連絡してくれ。しかし俺は今日一人で〇〇神社に行くつもりだ。A を巻き込めない。聞くかわからないが数珠とか用意しておこう。一階に降り母さんに声をかける。母さん、お札とか数珠とかない？あるけど何に使うの？白いワンピースの女と決着をつける。大丈夫なの？いつ？今日の夜1に。大丈夫だから。一人で？ああ、もし俺に何かあったら警察に連絡してくれ。そう言って母さんから数珠とお札をもらう。左手に俺がプレゼントした腕時計をしてくれていて少し嬉しい。自室に戻り金属バットを手に夜になるまで備える。絶対殺してやる。俺は殺されないぞ。心臓が脈打ち、B の仇を絶対に取る覚悟ができた。日が落ち暗くなってきた。そろそろ行くか。重い腰を上げ玄関へと向かう。母さんは買い物か何かで出かけていた。原付はパンクさせられていたので、タクシーを拾い山のふもとまで行く。そして山のふもとへと着いた。日は完全に落ちており、まるであの日の夜のようであった。恐怖感がものすごいがそれ以上の怒りが俺を動かせる。山へ入ろうとしたその時。おい。誰かに肩を叩かれた。嫌な汗をかきながらも勢いよく振り返る。そこにいたのは A だった。なんで A ここに？
お前は嘘下手なんだよ。お前が今日一人で行こうとしてたことぐらいわかるさ。幼馴染だろ。どうやら A にバレていたらしい。一人で決着をつけようと思っていたが A がいると何よりすごく頼もしく安堵した。やはり A はいいやつで俺の親友だ。二人で山の中へ進んでいく。その間二人は何も会話しなかった。あれ？足音が少し多くないか？気のせいじゃないか？だといいが。昨日寝てないし少し疲れているのかな。そう思い込み〇〇神社近くまで来る。警察の捜査により立ち入り禁止になっていた。しかし俺たちには関係ない。それを乗り越えて神社の中へと入っていく。今日はやけに不気味だ。小屋の中にはあいつがいるのか？ A も緊張しているのが分かった。しかしここで逃げ出すわけにはいかない。おい、白いワンピースの女、いるのか、出てこい。当たり前だが返事はない。恐る恐る小屋の入り口まで来て扉に手をかける。A は家から持ってきたのであろうお札を巻いている鉄パイプを握りしめている。そして、勢いよく扉を開けた。中には、誰もいない。B が亡くなったであろう形がチョークで書かれているのが分かった。あの白いワンピースの女はいない。あいつ今日はいないのか？神社全体を調べてみよう。そうして1時間ほど2人で神社全体をくまなく調べてみたがあの霊は現れることはなかった。もしかしたら2人で来ていたから出なかったのかもしれない。今日は出ないのか？というか俺は見たことないんだが。おかしいな、ここ最近ずっと出てたのに。まあ残念だったが、正直な話、奴が出なくてほっとしてる。まあまた明日も来よう、俺が家で一人の時に出るかもしれないが。それは危ないししばらくお前んち泊まるわ。そうしてくれるとありがたい。なんか少し安心したらしょんべん行きたくなったわ。早くその辺でしてこいよ。俺は A から少し離れ神社の入り口の横の木の陰へ行き小便をしようとチャックを下げる。小便をしようとパンツをずらした時、虫が足首に登ってきた。うお。虫が上がってきたので反射的に少し後ろに下がる。ちょうどその時だった。右の視界に何か映った。誰かが立っていた。白いワンピースの女だ。キュー？うわぁ。白いワンピースの女が奇声を発しながら突進してきた。少し後ろに下がったおかげで、ぶつからずにお腹をかすめた。しかし痛い？お腹を見てみると血が吹き出している。しかし幸いかすり傷のようだ。尻餅をつきながらも、バッと白いワンピースの女を見た。髪はボサボサで貞子のように髪が顔全体を覆い、右手には包丁を握りしめている。ニタニタと不気味な笑いで俺に近づいてきた。やばい。殺される。腰が抜けて動けない。やめろ。おらー。俺の異変に気づいた A が白い女めがけて鉄パイプを振り下ろす。じゃ。鈍い音とともに白いワンピースの女は転げ回る。お札のおかげか聞いている？ボサボサの髪を振り乱しもだえている。しかし A は容赦しない。もう一度鉄パイプを振り下ろす。ぐぅ。そうこうしているうちに俺も起き上がる。こいつが B を、殺す。金属バットを白い女の顔面めがけて振り下ろす。バキッと鈍い音が鳴る。白い女は気を失ったようだ。B の仇だ。こいつは殺す。怒りが体を支配する。頭が白くなる。こいつさえいなければ、許せねえ許さねえ殺す。こいつは B を、そして俺までも殺そうとしていた。なめんなよ。幽霊か何か知らねえがよ。お前は殺す。殺す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 。何度バットを顔面に向けて振り下ろしたのであろうか。コオロギの鳴き声と鈍い音だけが響いていた。気がつくと A は立ち尽くしていた。俺は何度も何度も顔面を殴打していた。少し冷静さを取り戻し、白いワンピースの女を見てみた。顔面がぐちゃぐちゃになっており、辺りは血の海だ。もはや顔全体が血肉と化していたので、顔の識別が不可能である。死んだ、のか？おい、これってまさか、幽霊じゃなくて人か？え？完全に冷静さを取り戻し女を観察する。手も足もある。俺の足で踏んでみても踏める。白いワンピースの女は幽霊なんかじゃなく、人だと確信した。俺と B を恨んでいる人間、誰なんだ？しかし顔がぐちゃぐちゃな今、誰であるかわからない。一体誰なんだ？こいつの所持品を調べてみよう。
こいつに触るのは嫌だったがポケットを探る。何も入っていないな。は？え？あれ？待てよ。おい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 、なんでここに？わかってしまった。こいつの正体。左手に俺がプレゼントした腕時計があった。ありえない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 。母さんが？なぜ俺を？え？うわあ。俺は発狂した。何も考えられない。ただただ俺は叫んでいた。このままじゃ精神的に壊れそうだ。その時 A に思いっきり殴られた。落ち着け。A に殴られたおかげか、少し頭を冷やすことができた。一体どうしたんだ？この女、俺の母さんだ。は？んなわけあるかよ、なんでお前の母さんが。わかんねえよ、この腕時計俺が昨日あげたやつなんだ。俺も A もしばらく放心していた。落ち着いてみると、正当防衛とはいえ俺と A は殺人犯だ。明日の朝、警察のとこへ行くよ。全部俺一人がやったことにする。でも。お前はもうすぐ結婚するんだろ？ A はこの前、付き合って3年近くなる彼女へのプロポーズが成功したと自慢していた。白いワンピースの女の正体が母さんである理由は定かではないが、俺が原因の可能性が高い。A は悪くないし俺の命を救ってくれている。実際 A は数度を出しただけで、殺したのは完全に俺だ。いつも A には世話になってるし、たまにはこういうのもありだろ？正当防衛だしそんなに長く刑務所には拘束されないさ。ダメだ、俺も。A は最初俺だけが罪を被ることに反対したが、しばらくの説得の結果、了承してくれた。すまない。A は泣いて感謝した。やはり A はいいやつだ。最高の親友だ。とりあえず帰ろう。俺は母さんの部屋に何か手がかりがあるのか調べたいし、それにやり残していることがある。わかった、帰ろう。そうして俺らはキロに着いた。家に着いた頃にはもう夜中の3時近くになっており、全身クタクタであった。やはり母さんはいない。軽い傷であったが、簡単に腹に包帯を巻き、そして母さんの部屋に向かう。その前にシーコに電話した。さすがに夜中なので、なかなか出ない。何回もかけるとやっとシーコが電話に出た。もしもし？シーコの眠そうな声が聞こえる。シーコ、話したいことがある。今から家に来てくれないか？まさか白いワンピースの女の子と？俺くん大丈夫なの？白いワンピースの女の子とは解決したし、他に話したいこともある。家近いしすぐ来れるだろ？鍵は開けておくよ。わかった、軽く化粧したいし、ちょっとしてから行くね。ああ、待ってる。そう言って電話を切った。シーコにもこの事件の全てを知ってほしいし、そしてやり残したこと。それはシーコに思いを伝えることだ。待っている間母さんの部屋を物色する。そういえばいつも肌身離さず持っていた日記が怪しい。そう思い日記を探す。あった。母さんのいつものカバンの中に日記があった。読む前に携帯の充電が切れそうなことに気づいたので、2階の自室に戻り携帯を充電する。さてと、日記を最初から開いてみる。大体はいつもの日常のことが書かれていた。そしてページをめくっていると。丸月末日。俺くんが最近様子がおかしい。怖い。え、なんだこれ？俺が怖い？その日は事故に遭う結構前の日付だ。ぐ、頭が痛い。ページをめくっていく。丸月確日。今日俺くんに殴られた。パチンコに負けてむしゃくしゃしてたらしい。怖い。丸月確日。夜中いつも上の部屋でいつもの悪友とどんちゃん騒ぎしている。うるさくて寝れない。各月末日。今日も殴られた。殴っているのを楽しんでいるようだ。痛い。各月丸各日。完全に私に対して暴力を振るうのが当たり前になってきている。背中にタバコの火を押し付けられた。私が泣き叫ぶのが嬉しいのか？ダメだ、苦しいよ。助けて。思い出した。俺は母さんに虐待を繰り返していた。頭が割れるように痛い。記憶障害のせいか今やっと完全に思い出した。そう、俺は最低な人間だった。毎日のように母さんを殴った。社会の中で自分が認められない、何もうまくいかなかった。そのフラストレーションを母さんにぶつけた。体中あざだらけなのは母さんがドジだからではない。俺がそうしたんだ。母さんが泣き叫ぶ姿を見ることが、やがて快感に感じていた。俺は何をしていたんだ。殺されて当然だろ。
俺がフリーターを始めたきっかけも、俺の虐待のせいで母さんが体を壊したからじゃないか。思い出すまでは仲良し親子だったのに。実際はどうだ？俺は母さんをゴミのように扱っていた。俺はなんて愚かだったのか、自然と俺は号泣した。そして日記を読み進める。9月末丸日、虐待がエスカレートする。全身が傷だらけだ。死にそう。俺くんなんか死ね死んでしまえ。社会のゴミが。罰が詰まる日、決意した。こいつは母として殺さないとダメだ。殺してやる必ず、絶対に殺してやる。罰がつかく日、やった、あいつが事故を起こして意識不明の重体らしい。ああ神様、どうかこのままあいつが死んでしまいますように。星が詰まる日、あいつが目を覚ましたらしい。退院したら戻ってくる。いやだいやだいやだ。罰がつ星丸日、あいつが今日帰ってきた。身構えたが、何もしてこない。それが逆に怖い。あいつが夜寝静まった後殺すタイミングを伺ってドアの隙間からじっと見ていたが、感づかれたので逃げた。罰がつ星罰日、俺くんがいつもバイトに行く時に通る細い道に巻き菱を巻いたが失敗。放火して殺そうとと思ったが失敗する。なんであいつはタイミングよく起きたんだクソ。仕方ないので白いワンピースの女が出たと嘘をついて演技して乗り切った。罰がつかくまる日、母の日でプレゼントをもらった。あいつ何を企んでいるんだ？原付きのタイヤを切り裂いてやった。しかしことごとく失敗に終わる。何やら俺くんが B くんのことで騒いでる。罰がつかく罰日、俺くんが〇〇神社に夜一人で行くらしい。これはチャンスだ。白いワンピースの女のせいにして殺そう。白いワンピースを着て変装し、今日絶対殺す。殺す。ここで日記は終わっていた。母さんは確かに俺を殺そうとしていた。その理由もわかった。でも、あれ？ちょっと待てよ。おかしくないか？やっぱりおかしい。母さんは白いワンピースの女ではない。母さんは白いワンピースの女のふりをして殺しに来ただけだ。母さんは B を殺していない。まだ何も解決していない。冷や汗が流れる。俺がしたこと。母さんを殺しただけ。白いワンピースの女はまだ生きている。よく考えると確かにあの日2階の窓に白い女が張り付いていた。そんなの人間にできることじゃない。とりあえずすぐに A に電話をかける。もしもし？俺は全てを話した。母さんを虐待していたこと。白いワンピースの女の正体は母さんではないこと。マジか。お前大丈夫なのか？白いワンピースの女に狙われているのはお前なんだぞ。今のところは大丈夫。お前は絶対生きろよ。ほんと頼む。わかった約束する。C子が家にもうすぐ来るし、思いを伝えないといけないしな。は？いやこんな状況だからこそ C子に思いを伝えたいと思って。いやいや何言ってんの？え？だからさっき C 子に電話して今から家呼んで告白すんだよ。何がおかしいんだよ。何言ってんだよ。C 子は死んだじゃないか。A は何を言っているんだ？ C 子が死んだ？さっき電話したじゃないか。お前と C 子は原付きで二人乗りしててトラックにはねられて、C 子は死んだんだよ。ズキズキ。頭が痛い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 。お前看護師から聞いたんじゃなかったのか？ああそうか。すべてを思い出した。肝試しの帰り俺は C 子と二人乗りをしてて一緒に跳ねられた。確かにあの事故の後から、A、B、C 子と4人でいる時会話が少しおかしかった。噛み合わなかった。まるで A と B は C 子を見えていないようだった。居酒屋で最初ビールが3つしか来なかった。すべて、辻褄が合う。そしてあの肝試しの夜、C 子は白いワンピースを着ていた。月、あの時2階の窓で目が合った時の顔を思い出した。完全にあれはシーコだった。そうだった。もしもし、俺くん、大丈夫か？携帯を耳につけているのにまるで遠くから声が聞こえてくるようだった。返事をすることができない。玄関のドアが開く音がした。ゆっくり階段を上る音が聞こえる。あの肝試しの時俺が肝試ししようと言い出した。そして俺が目薬をしたせいで C 子を死なせた。B があの時隠れて驚かせなかったら C 子は死ななかった。足音は俺の扉の前で止まった。俺は金縛りにあったかのように動くことができない。声も出ない。心臓が今にも爆発しそうだ。扉が少しずつ開く。
白いワンピース姿のシーコがそこにいた。ゆっくり近づいてくる。助けて。意識が遠のいていく中、シーコの声がはっきりと聞こえた。思い出した？うちのお袋はまだ70手前で元気に生きてるけれど、口を酸っぱくしている遺言があるのよ。いかなる理由があろうとも、A の我が家には住んではならない。これは遺言である。で、お袋、遺言の定義を絶対わかってねえなぁとか思うけれど、まあよしとしよう。A の我が家って、いわゆる建て売りの新興住宅地。どこにでもあるようなそんな新興の住宅地。1970年代の終わりにうちの親父がこの一区画を買って、俺は生まれた時からそこに住んでいたわけだ。当然周りも若い家族や同年代くらいの子供たちが多く入居してくる、と。丸が我が家。周りの四角は一緒に開発された建て売りの家。なんとなくイメージつくと嬉しい。結論から書こう。このブロックは40前後の男性が3年おきに死ぬんだ。一人目。いつきさんちのお父さん。死因、心臓発作だか脳関係？年齢、38だか39。俺が幼稚園の年長の時、家の場所を図にするとこんな感じ。丸が我が家で、四角が五木さん。これが原因かはわからないけれど、この一家は本当に荒んでいくんだよね。五木さんの奥さんがすげえヒステリックな方で、家がすぐ隣だから大声出せば聞こえるのだけど、この奥さんがものすごい金切り声で子供を叱るんだ。それもほぼ毎日のペースで、時には何か物を投げる音も聞こえてきたり。俺が小学校時代はそんなの日常的に聞いていて、子供の方が中学に入った頃には応戦できるようになって余計にひどくなったり。うちのお袋がさすがに本気で通報を迷うことも多かったけど、このヒステリックな五木さんの奥さんって、結構我が家にも細かいことで文句を言いに来るんだよね。お宅の庭の枝がうちの庭に少しかかる。とかなんだかんだとかで。だから、お袋はすげえ嫌ってて、五木さんちには関わらない、というのが基本的な方針だから。それで、五木さんちの子供は俺の少し上の女の子なんだけど、やっぱり中学くらいからわかりやすくグレて、そのまま25歳の時に懲役を食らう犯罪者になるんだ。さすがにあれだけ家庭が塞めばそれも仕方ないと思う。二人目、二本さん。死因、聞いてないけれど病気系。年齢40。俺が小学校3年生。場所は五木さんの隣で、うちから隣の隣の二本さん。丸が我が家で、四角が二本さん。二本さんは生きでいなせなおっちゃん。本当にいい人だった。子供心にもとても好きなおっちゃん。俺がこんちは、なんて言うと。おう、有望。飯は食ったか。どれ、抱っこしてやろう。なんて言ってくれるから、俺はもう小学生なんだぜ、とか返したり。抱っこされたらされたぜ、ちょっと嬉しいのは秘密。よく休日に近くの公園で遊んでいると。娘が受験だから家にいらんない。なんて一緒に遊んでくれたことをよく覚えてる。親しい人が亡くなったのはこの二本のおっちゃんが最初。二本さんの子供は亡くなった時で高校生のお姉さん。綺麗な人で、初恋があるとすればもしかしたらこのお姉さん。お袋曰く、俺はよく遊んでもらったらしいけれど、俺はそれをあんまり覚えてない。いわゆる、近所の憧れのお姉さん、みたいな感じの人。今はラフフか。幸せになってるといいな。三人目、三田さん。死因、これも病気と聞いてる。年齢45くらい。俺が小学校6年生の時。場所は我が家の逆隣。丸が我が家で、四角が三田さん。三田さんは子供もいなかったし、小学校入るくらいまでは接点も少なくて、割と道の住民って印象が俺が小さい頃はあったけれど、何かで話した時に膝を打って。ゆうくん。なんてね、すげえ優しい人だなーって思った。それからはお祭りとかでもよく会うし、とてもいいお隣さんだったと思う。この人との思い出はめっちゃ多い。けど、一番の思い出はアンパンマンだな。いつからか会うと必ず俺は、アンパンマン見てる人？って聞くんだ。すると三田さんは、はい。なんて手を挙げて返事してくれる。それで俺は、大人なのに？なんて笑って返すルーティンがあったんだな。でもある日、今にして思えば最後の入院の前に同じように聞いたら、ゆうくん、ごめんね、実はアンパンマン見てないんだ。なんて言ってさ。
別に単なるルーティンだから見てるか見てないかなんて重要じゃなかったけれど、というか本当に見てるとも思っていなかったし、子供心に勇気のあるとても偉い人だなって思った。きっと些細なことだけど、式をある程度分かっていて嘘をついたまま行きたくなかったのかも。後から聞いたことであるけれど、実は子供に関してはちょっとご事情があったと聞いた。だから俺を含む子供には特に優しくしてくれていたのかもしれない。4人目、清水さん。死因、脳梗塞。年齢40過ぎ。俺が中学校3年生。場所はうちの庭向こうの隣。丸が我が家で、四角が清水さん。清水さん家は、俺の2階の部屋からお風呂場の窓が見えるのよ。ここの子供は俺の1個上のお姉さんと2個下の弟がいてね。お姉さんがお風呂場でよく歌うんだ。夏なんかは窓を少し開けるじゃない？だから歌がよく聞こえるの。もちろんお風呂の中までは見えないんだけど、やりたい盛りの俺は中を想像してギュッとしたもんだ。今考えりゃ、なぜこれがおかずになったかがよくわからんのだが。いや、余計な話だな。それでまあさすがに不気味になるわけだ。3人までならまだ疑惑で済むけれど、3年おきに40前後の働き盛りの男が4人続けてだからね。疑惑ってわけにもいかないじゃない。そんなだからうちの町会で、お祓いでも、となったわけだ。実際にうちのブロックに神主さんを呼んでお祓いをしたらしい。かしこみかしこみ、払いたまえ、清めたまえってやつ。5人目、俺の親父。死因、癌。年齢43歳。俺が高校3年生の夏。癌と診断されてから亡くなるまでは半年ほどだった。見つかった時にはもう手術不可だったみたい。取ってつけたように俺の名字を後藤ということにしておこう。なんつうか、あれだよ、四十九日を迎えたあたりで本当に思ったのは、ああ、5人目はうちの親父だったかって。もちろん悲しみは大きいんだけど、なんつうかそれ以上に諦めというかなんというか。まあそれで我が家は気味が悪いからということで、俺が高校卒業&大学一人暮らしだし、お袋も一人になるしということで我が家は引っ越し。けれども話はまだ続く。6人目、ロッキーさん。死因、癌。年齢39。俺が大学3年生。アンパンマン見てる人の三田さんの亡くなった後、その家に入られたアメリカの方。丸が元我が家で、四角がロッキーさん。ロッキーさんは俺が中学校入った頃に三田さんの家に越して来られた方。奥様はエイドリアンではなくて日本人。お隣だから中学高校と英語の勉強を本当によく教えてもらったし、おかげで英語は割と得意。ニューヨークなまりで DIY が得意で、そしてパーティーの好きな陽気な方。日本語はほとんど喋れないんだけど、気さくな人でね。ホームパーティー呼ばれたり、休日に DIY を覗いたり、たまに手伝ったりするとお菓子とお茶をご馳走してくれたり。本当に素敵な人だった。それだけにロッキーさんの訃報に接した時は本当に衝撃だった。あいつは日本人でも外国人でも構わずに連れて行くのかよ、と本気で思った。あいつ？と思ってくれた？そう。あいつなんだよ。親父が死んでから実は我が家では、はっきりとあいつを認識してたんだ。親父を連れ去ったのはあいつだと。うちの台所に窓があるんだけどね。ちょっと曇りガラスの。いつからかうちの窓は雨が降ると、女の顔がはっきりとシルエットで浮かび上がるのよ。そしてそれはどう見ても睨む女のシルエットなんだよ。お袋も不気味に思って、付近で何度も何度も表も裏も拭くんだよ。お掃除スプレー的なものも使って拭いてた。けど何度拭いても雨が降ると、睨む女は我が家の台所の窓に浮かび上がるんだ。亡くなった今だからわかるけど、きっとその睨む女が悪さしてたんだと思う。時期的にも記憶にある限り、浮かび上がり始めたのは親父が死ぬ1年か2年くらい前からだったし。まあとにかくそんなわけでお袋は。あの家には住むな。と口酸っぱく言うわけだ。早死にされてもかなわん。ってね。その後大学を出て社会人になり、それから何年かして俺が結婚した後に、嫁に俺が育った家の場所を見せたいっていうので、ドライブデートがてら車で行ったことがあるんだ。うちもまだ家を売らずに賃貸に出して、俺が高校を出てから一人暮らしの知らないおばあちゃんに貸してるんだけど。俺は外観を見れればそれでよかったから、A の家の前で車を止めて、あそこがトイレで、あの2階の部屋が俺の部屋で、なんて嫁に説明していたら、中から借り主のおばあちゃん出てきて。あ、前に住んでいた後藤と申します。用はないのですが、外観を嫁に見せたかっただけです。すいません。
なんて言ってたら、おばあちゃん話し相手が欲しかったのか家にあげてくれてさ。俺が昔住んでいた家に。まあ一応親の息子だし、ついでに嫁もいたからそこまで怪しく思われなかったかな。高校の卒業以来一度も入ってない生まれ育った我が家ですよ。10年ぶりくらいだからなんとなく感傷に浸ってさ、そいで世間話みたいのしてたら、おばあちゃんお茶のおかわりくれようと台所に行ったんだな。それでふっと台所の窓に浮かぶ睨む女を思い出してさ。そういえばおばあちゃん、台所の窓に変な模様が浮かび上がらない?って聞いたら、ピンときたんだか来ないんだか。よくわかんねえから、ならいいんですって言ったんだけど、おばあちゃんから。話してごらん。って言うから、だから、薄気味悪い話で申し訳ないけれどって前置きして全部話したんだ。3年おきに40歳前後の男が死ぬこと、親父が死ぬちょっと前くらいから我が家の窓に睨む女の顔があったこと、我が家の親父もご存知の通りであること。対象は40歳前後の男性だからおばあちゃんは多分大丈夫であること、まあここに書いたようなことをざっと話したんだ。まあ、だから、ちょっと気になって、って言って、話を聞いておばあちゃんは一言。あの女は死んだよ。だって、はてな、だよね。あの女、死んだ?いや、むしろ死ぬ前は生きていた?と混乱をするわけだ。おばあちゃんが言うには、その窓に浮かび上がったのは隣の五木さんの奥さんだ。あの女の生き量だろう。人の幸せを妬んで妬んで、娘が刑務所に入ってから何年かした夏に死んだよ。だって、そして、早くに旦那さんを亡くしたらしいじゃないか。他人の幸せな生活が許せなかったんだろう。でも大丈夫。もう死んだ。誰にも見取られず、ひっそりと家で死んでた。このばあちゃんが匂いで気がついて通報したからそれは間違いない。で、なんでだろう、それを聞いてやるせなくなってさ。そう、ですか。しか言えなくてね。そんなんで帰ったのを覚えている。帰りの車の中で、なんでそんなに人の幸せが憎いんだろうって言ったらさ、助手席の嫁が、さっきゆうちゃんの話を聞いて思ったのはね、いつきさん、人の幸せが憎かったっていうよりもさ、うまく言えないけど、何人を呪い殺してもね、ゆうちゃんの家みたいに団結して前を向いて、そして不幸を受け止めて、それでどこの家も壊れていかないことがいつきさんにとって、一番答えたんじゃないかな。同じことが起こったのに、同じようにならないから。だから余計に次、次って。だって、案外そうなのかもしれないし、もしかしたら全然違うのかもしれない。もはや確認する術なんてないけど、その時なんとなく思ったのは、小さい頃から五木さんの奥さんはやっぱり怖いって印象しかなかったから、挨拶以外に話したことなかったけれど、それでも何か声をかけてあげたかったなって。で、金曜日に幼稚園からの同級生というか幼馴染みで、住んでいるところも同じブロックだったやつと飲み会したんだ。勤め先も近くはないけど、通勤の乗り換え駅が同じっていうのもあって、未だに定期的に飲むんだ。お互いに家族ができてからも、家族ぐるみでも仲はいい。お互いの子供の歳も近いし。だから普通に二人だけでも一ヶ月に一回は飲むし、お互いの家族を交えても飲む。まああいつは親父さんお袋さんと実家で同居だからね、家族で飯食うときは家まで出てきてもらうことが多いけれど。あ、最後にそいつの家の場所を書いておこう。丸が元我が家で、近くが幼馴染み。こいつとの飲み会はいつも本当に楽しい。お互い40年近い付き合いになるから、気心なんて知り尽くしているわけで。だからお互いに夫として父として、あるいは中堅の会社員として、お互いの家族のことや仕事のこと、相談という名の愚痴の場合もあるし、あるいは共通の趣味が釣りなんだけど、その情報交換だったり。毎度毎度そんな楽しい飲み会だ。その飲み会の最中に何気ない話題の一つとして俺は聞いたよ。週末はどうするんだ?ちびども連れてどっか行くのか?いや明日は嫁に家の大掃除を命令されてる。なんか嫁が窓を掃除してくれってうるせえんだよ。だから窓拭きスプレーとかさっき買ってきた。子供らは女の人が睨んでいる窓って言ってビビるしさ。背筋が凍った。実はこれが一昨年の話。結論から言えばそれからすぐに奥さんと子供と引っ越したんだな。築浅のマンション見つけて、あっという間に引っ越して。そんでローン抱えてひいこらやり始めてよ。それから半年くらいかな、去年の健康診断でそいつ、癌が見つかったんだ。
でも不幸中の幸いってやつで、まだ外科手術が可能なステージで、その手術がうまくいったんだな。ガバーっていう手術じゃなくて、もっと高最先端的な手術、というのが本人の段だけど。それでまあ回帰祝いってことで、久しぶりに二人で飯を食ったんだ。そいつはボソッと言ったよ。あのまま A の家に住んでいたとしたら、どうなっていたかわかんないね。で、親父のことも思い出して、返す言葉なくてさ、なんとなくしんみりしていたらさ。それに俺、癌の確定診断もらったからマンションのローン免除だし、調査されまくったけれどな。なんて言い出すんだわ。もうね、憎めないやつだろ。そしたらさ、また真面目に。ゆう、お前いつかの飲み会かで話しただろう。その睨む女の話。実は引っ越し前によく夢を見た。いつきさんの奥さんから逃げる夢だ。なんで逃げているか、なんで追ってくるかも知らない。とにかく俺は逃げている夢を2、3回か見た。すごい形相で追いかけるいつきさんの奥さんから。お前の話も聞いていたし、それで引っ越しを決めたんだ。って言うんだよ。もう見ないそうだし、あまりこのことについて調べるつもりもないらしい。いろいろ思うことはあるけれど、A の家には住まないってことだけ改めて誓った今日この頃。本当は思うことはあるけれど、終わり。聞いてくれてありがとう。数字と名字と掛け合わせが絶妙で面白かった。生きている間も、死んでからも他人を呪い続けるか。救えないやつだ。ゾッとした。とりあえず幼馴染が無事でよかった。丘や山を切り開いて造成した住宅地なら、そもそも土地に何かあった可能性はあるかも。あまり接点がない人とのエピソードまで細かく入れているのに、お父さんとの細かい思い出を入れないあたりリアルだと思った。家の中に、不動明王様とか八幡の神様とか祀ったら、かなり安全ではありそうだがな。睨む女の窓のところに鏡を外向きに貼り付けておけば、親父さんは死なずに済んだのかもなって思った。ロッキーさんをムッキーさんと呼んでいたが、奥さんがエイドリアンの下りでロッキーさんだと気づいた。長い上に胸クソなので注意。もう90歳を過ぎている祖母が9歳の時の話。祖母の実家がある冒険慶市、当時は慶村には男子禁制の山がある。その山の管理に携わるのは全て女性のみで、男性は関わってはいけない。村の女の子たちも祭りの時以外は近づくなと言われていたそうだが、特に男の子には厳しく言い聞かせていたらしい。祖母が子供の頃は年に一度成人男性、多分中年の形をした人形を山神様に奉納する祭りがあり、祖母も参加したことがあるそうだ。神様に奉納する人形がお世辞にも可愛いとは言えないおっさんであることに疑問を感じた祖母は両親に尋ねてみた。曾祖父は何も言ってくれなかったが、曾祖母はあの神様は男が嫌いだからねと言ったきり黙り込んだ。食い下がろうとした祖母だったが、曾祖父の原骨が飛んできたのでその日は諦めてしまった。次の日、祖母は特に仲の良かった A を、B 子、C 太、D 助に山のことで何か知らないかと聞いてみたが、新しいことはわからなかった。次の日も、その次の日も、祖母は大人から子供まであらゆる人に聞いて回る。なぜそんなに気になっていたのか今となってはわからないが、とにかくあの山のことを解明しないと気が済まない気持ちになっていたのだ。狭い村でそんなことをしていれば噂はすぐに広まるもので、話を聞きつけた両親にこっぴどく叱られてしまった。しかし、大人たちが必死になって隠そうとしていたことで、それに気づいた子供たちの何人かは、逆に好奇心をくすぐられてしまう。そうしていつしか子供たちの間では、あの山にはすごい財宝があるとか、幽霊が出るとか、子供を食べる化け物が住んでいるとか、ありとあらゆる噂話で持ちきりになった。他の子がそんな話で盛り上がっていた時も、祖母は本当のことが気になって仕方なかった。そしてある日、A 男と D 助が興奮した様子で話してきた。話によれば、ついに我慢ができなくなった二人は、昨日こっそり霊の山に入ってみたそうだ。山自体は特別険しいわけでもない普通のものなのだが、少し奥に入ったところに古いお寺のようなものを見つけたのだという。お寺？いつもお祭りで使う神社のことじゃなくて？いや、神社よりもっと山の奥にあって、境内の裏から入るんだよ。祖母は祭りに参加したことがあるため、神社には行ったことがあったが、
その時は必ず誰かしら大人と一緒だったし、境内で遊ばないように見張られていたので、そんな場所があることは知らなかった。境内の裏にさ、ちょっと広くなっているところがあって、その後ろの森に獣道みたいなのがあった。暗くなってきてたから昨日は途中で帰ったけど、あれ絶対すげえ宝とか隠してんだよ。秘密基地にしようぜ。こうなってしまうと祖母はもうダメだった。好奇心を抑えることができなくなっていた。すぐさま B 子とシータに会いに行き、先ほどの話をすると、二つ返事で賛成したのでみんなで行ってみることにした。翌日、家族にはいつも通り遊んでくる、とだけ言って出てきた5人が集まった。A を、当時12歳。一番年上で体も大きい。B 子、当時10歳。祖母の親友。シータ、B 子の弟。当時7歳の泣き虫。D スケ、当時10歳。好奇心旺盛。そして祖母。大人に見つかったらまずいという緊張感があったが、意外にもすんなりと神社に着いてしまったので、みんな拍子抜けしていた。それで、獣道ってのはどこにあるの？嘘だったら承知しないからね。嘘じゃねえって、うるさいな。絶対怒られるよ、もう帰ろうよ。祖母が怯えるシータの手を引きながら彼らについていくと、二人の言った通り近寄ってよく目を凝らさないと見えないような、細く狭い道らしきものがある。本当だったんだ。だから言っただろ、早く入ってみようや。その寺には大人がいるかもしれないんだから、静かにね。実は、祖母は獣道の入り口を見た時から嫌な感じがしていた。しかし言い出しっぺである上に、気になって仕方なかったのも事実なので、みんなには言えずに進むこととなった。この時恥をかいてでもみんなを止めていればよかった、笑い者になった方が何倍もマシだった、とは、後の祖母談である。走行しているうちに獣道を抜け、開けた場所に出た。そこには、ボロボロの日本家屋のような造りの建物が建っている。山小屋にしては大きく、きちんと門まであるそれは確かに寺のようにも見えた。だが、いろいろとおかしい。そもそもなんで山奥に、こんな建物があるのか？建物の周辺に草木が一本も生えていないのはなぜか？なんとも言えない違和感があったが、うまく言葉にならなかった。とにかく気味が悪い。おい、入れるぞ。こっち来てみろよ。栄養の声で我に返った祖母は、いつの間にかみんなが遠ざかっていたのに気づいて、慌てて門をくぐった。敷地内に足を踏み入れた途端、ずっと気になっていた違和感の正体に気づいた。音がしないのだ。本来山というものは音で溢れている。鳥のさえずりや虫の声、川の流れる音や風の吹き抜ける音など実に様々である。そんな音が、ここには一切ない。完全に無音の山などあるのだろうか、と怖くなったが、祖母の足は、まるで吸い寄せられるかのように建物の奥へと進んでいった。うわ、なんだこれ。先頭にいたディースケが、突然大声を上げた。驚いてそちらを見ると、古くなっていた扉を開けたまま固まっているディースケがいた。何？どうしたの？ B 子と祖母が慌てて駆け寄り、シータがひーっと小さく声を上げる。そこには異様な部屋があった。床板は腐って変色し、赤黒いシミのついた壁には黄ばんだ着物がかけられている。そして中央部には、どす黒くなった布団らしきもの。布団のちょうど真上に吊るされた太い縄。気持ち悪いな、何の部屋だ？これ？サンズナ？誰かここで、赤ちゃんを、産んだ？こんなところで？なんで？ B 子は硬直していた。祖母や B 子は自分の母親のお産に付き添ったことがあるからか、すぐにそれが出産のための部屋だと分かったのだ。なんだ、幽霊じゃねえじゃん。D スケが強がって言った。声はかすかに震えている。その時、獣のうなり声のような音が聞こえ、みんな一様にビクッと背中を跳ねさせる。何の音？姉ちゃん、怖い。どこから音がするのかわからない。例えるなら、山全体が震えているような気がした。しばらく身を寄せ合っていたが、少しして音が止んだ。呆然として動けない。シータの悲鳴にも似た鳴き声が聞こえたとき、今まで黙っていたビーコが口を開いた。そういえば、エオは？先ほどからエオの姿が見えないことに初めて気がつくと、弾かれたように駆け出し、エオを呼び探す。エオは、そこにいた。いや、エオだったものが。祖母たちが先ほどの部屋を見つけた建物の裏手に、しめ縄の張られた御堂のようなものがあり、その中で、エオは、死んでいた。
こぼれ落ちそうなほど見開いた目からは血の涙を流し、口からは赤い泡を吹いていた。関節があらぬ方向に曲がっている。一目でわかる。生きてはいない。そんな、どうして、誰が。恐怖で動けなくなっていた祖母の耳に、不意にあの音が聞こえてきた。ディースケだった。彼は直立したまま目を見開き、大粒の涙をボロボロとこぼしながら奇声を上げている。その顔を見た時祖母を襲ってきたのは、恐怖よりも悲しみだった。明らかに異常事態なのだがどうしてか、とてつもない悲しみが流れ込んでくる。痛い、辛い、助けて、帰りたい。誰かの、そして何人かの声が聞こえた気がした。頬に感じた痛みで我に返り、ビーコに叩かれたのだと分かった。祖母はいつの間にか泣いていた。そうだ、エオとディースケが、早く誰か大人に知らせなければ。そこからは恐怖で失禁していたシータの手を強引に引っ掴んで、ビーコと共に引きずるように走ったと思う。とにかく必死で山を駆け下りた。村にたどり着き、夕方になっても戻らない自分を探している大人たちを見たとき、祖母の意識は途切れた。気がつくと、Y 先生の家に寝かされていた。Y 先生というのは九段の神社の跡取り娘で、村の祭事や霊の山に関する一切を取り仕切っていた女性だ。当時女性に神職の資格は許されていなかったから、向こう取って形だけの神主としていたが、実権を握っていたのは彼女だった。曾祖母の歓喜の声が聞こえたかと思うと、室内は瞬く間に騒がしくなり、ドタバタと大勢の足音が集まってきた。バカモンが、大バカモンが。あの厳格な曾祖父が泣いていた。ようやく意識がはっきりとしてきた祖母は、山で起こったことを伝えようとするが、パニックになっていてうまく話せない。お父ちゃん、エオとディースケが、山で、大変で、それで、泣いて。息を切らしながらやっとそれだけ言った。曾祖父は、わかってる。とにかく今はゆっくり休んで、時期が来れば Y 先生からお話がある。と言った。B 子とシータは、どこ？あの二人は無事だ。とにかく寝てろ。曾祖父の言葉を聞いて安心したのか、再び眠りへと落ちていった。それからは、村で B 子たちの姿を見ることは二度となかった。気になってはいたが、あの出来事を思い出したくなかったので、聞かないようにしていた。そして事件から8年後、祖母が17歳となった時に転機が訪れる。署長が来たのだ。曾祖母から、あんたも一人前の大人になったから、話さなければいけないことがある。と言われ、Y 先生の家へと連れて行かれた。Y 先生、こんにちは。娘に月の触りが来まして、例の。わかっているよ。そこに座りなさい。Y 先生は曾祖母が言いたいことをすでにわかっていたようだ。その日祖母は、曾祖母と Y 先生から今で言うと性教育のような手ほどきを受けた。これから嫁いでいくであろう祖母に、必要な知識を一通り教えた後、Y 先生は言った。それでねえ、〇〇ちゃんももう大人だからね、あの山のことを話さなきゃいかんのよ。凍りつく祖母。あの山、なんて一つしかない。恐怖を思い出して冷や汗をかき始めた祖母に、真剣な顔の Y 先生が言葉を続ける。以下は、私が祖母から聞いた Y 先生の話をまとめたものである。話の発端は江戸時代まで遡る。旅人に未婚の娘を差し出して、夜の相手をさせるというのは、全国各地で行われていてそれほど珍しいものでもなかったが、軽村は少し違った。まず、旅人の相手をして高野宿した女性を、正体不明の男の子供を身ごもったクズ、として、軽い村八部のような状態にした。家族とは別に村外れの小屋に住まわせ、子供を産ませた。そこで生まれた子供が男の子なら下働きに使ったり、人買いに売ったりしたそうだ。だが、問題は子供が女の子であった時だった。非力な女の子は農作業では大して役に立たないということで、遊郭などに売るか、または次世代の出産マシーンにするべく育てたらしい。そして、旅人の子供を産んだ女性は、村の男たちで共有できる性処理要員とした。つまり、昼夜を問わず男たちがる、武士にやってくるのだ。やがてまた子が生まれると、女の子は母親と同じ道をたどる。村の女たちは、何も言えなかった。当時の日本はどこも男権社会だったが、軽村はど田舎の農村ということもあって、特に女性の地位が低く、下手に反対すれば今度は自分が同じ目に遭わされるからだ。罪悪感からか、そういった女性の出産や子育てには村の女たちがこっそり協力していた。村ではこの不幸な女性たちを、明け、あるいは、明けさん、と呼んだ。
名前の由来はわからない。ある時、数人の、正確な人数は不明、明さんとその子供の住む小屋で病気が発生した。原因もわからなければ、対処法もない。しかし、そのままにしておけば村が危ない。そんな状況で村民たちが出した答えは、病気の明さんや出産などで死んだ明さんを、村から離れたところに隔離しようというものだった。そうしてできた隔離施設が、祖母たちが見た寺のような建物、通称山蔵、というわけだ。山蔵に働けなくなった明さんたちを押し込めることは、事実上の見殺しだった。亡くなった明さんをまだ動ける明さんが埋葬したり、山蔵に来てから妊娠がわかった明さんの出産を、自分たちで解除する。時々村からやってくる人が、わずかな食料を置いていく。そんなことが、何年にもわたって続けられた。これが風習として定着しつつあった頃、村の男たちがバタバタと死に始めた。それも普通の死に方ではない。生きたまま体中の関節がおかしな方向に曲がり、血の泡を吐きながら死んでいく。死ぬのは大人の男ばかりだったことから、明さんたちのたたりだと噂になった。また、女たちは毎晩悪夢にうなされることになった。男が全員死んでは村が滅びてしまうので、なんとかたたりを沈めようとしたのだが、何をやっても収まらない。追い詰められた男たちは、まだ生きている明さんがいるためだと考えて怒り狂い、あろうことか、一人だけ生き残っていた明さんを殺してしまった。彼女は生き絶える直前にこう言った。私が何をしたというのか、思い知れ、思い知れ。その世にも恐ろしい形相を見た男たちは、強い力を持つことで有名な坊さんに供養を頼むことにしたが、坊さんは使いの村人を見た途端。それは、私に沈められるものではない。カクカク神社に相談してみなさい。と言ったっきり帰ってしまった。藁にもすがる思いでカクカク神社に行き、神主のアドバイスを受けて出来上がったのが、祖母も知っているあの神社だ。まず、山蔵はできるだけ現状を保存し、すぐそばに亡くなった明さんたちのための社を作ること。怨霊として払うのではなく神様として祀り、お怒りを鎮めてもらうこと。管理や祭事はすべて女性のみで行い、男性は立ち入らないこと。子孫に自分たちの過ちを伝え、明さんの存在を忘れないこと。これらの条件を聞き、すべて行ったところ、それまでが嘘のようにぱったりと死人が出なくなった。そうして年月が経つうちに、明さんたちは山神様と呼ばれるようになり、子供たちが結婚を控えるような年になると、大人から聞かされることとなった。そこまで話すと、Y 先生はため息をついた。わしらはな、おぞましい祖先の血を引いていることを忘れてはいかんのよ。A は明さんのお社に入ったからたたられた。B 助は近づいただけで入りはしなかったから、おかしくなっても命は助かったん。祖母は、ずっと気になっていたことを聞いてみる。それじゃ、B ことシータはどうなったんですか？シータは男の子なのに。シータはまだ子供だったから助かっただけで、あのまま成長したら確実に B助と同じようになっていた。だから B ことシータの両親は引っ越していった。わしがそう勧めたんよ。すべてを知った祖母はいつの間にか泣いていた。あの時と同じだ。あの山でとてつもない悲しみに襲われたのも、助けを求める声が聞こえたのも気のせいではなかった。あれは、犠牲になった彼女たちの悲痛な叫びだったのだ。年頃になっていた祖母は、望まない性行為を強要され、屈辱の出産に耐えなければいけない辛さが痛いほどわかった。なんと苦しく、辛かったことだろうかと泣く祖母に、Y 先生は言った。〇〇ちゃんが昔聞いて回ってた、あの人形だけどね。そうだ、今の話では明さんたちは男性が大嫌いなはずだ。なのにどうしてわざわざおっさんの人形なんかを備えるのだろうか。あれを供物として備えないと、未だに村の男を取り殺してしまうんだよ。祖母はここまで話を得ると、私に向き直ってお茶をする。あんたのおじいちゃんと結婚して私は村を出たけど、忘れてはいけないことだからね。まあ、若いもんからしたら信じられないかもしれんね。ちょっと待って、結局奉納したおっさんの人形はその後どうしたの？祖母は小さくつぶやいた。ああ、エオのようになるんだよ。明さんたちは、今もあの山で苦しみ続けているのだろうか。第一話、連れてきたのは、越した初日に近所で女の子が事故で死んだ出来事があった。
翌日から事故現場を通るたびに手を合わせ、飴玉を置いていくことにしていた。それから半年は過ぎた頃かな。深夜にテレビを見てたら、ベランダで音がして窓をガチャガチャされた。2階なので野良猫の仕業だと思い無視してテレビを見ていた俺。それでもガチャガチャなんだか開けるような感じが続いた。腹が立ちカーテンを広げたら、すりガラス状の窓に小さい両手がベタッと張り付いてる光景を見てしまった。怖いって感じより驚きの方が勝り、思わず窓を開けてしまったんだ。スーッと、小学生の低学年くらいの女の子が、無言で表情がない感じで入ってきた。誰？どうしたの？隣の子？完全にパニクる俺はわけわからないことを話してた。女の子は俺が座ってた座布団に座り、俺の顔を見つめてるだけ。その時に初めて気づき、あ、事故で亡くなった子だ、と、口に出してしまった。そしたら、女の子が大声で俺に、連れてきたのはあんた。低い声で叫ばれた。呆然としてる俺の前でだんだんと薄くなり最後は消えた。後ろを振り返ると窓もカーテンも閉じられてた。次の日、窓を見たら薄くだが小さい手の跡が無数についてた。むやみに手を合わせて同情した俺がいけないのかわからん。第2話、解体されることになった神社。もう何十年も前の小学校時代の話。確か4年生の夏休みだったと思うけど、友達と2人で神社の境内で遊んでた。そこは深い山の入り口にある小さな神社で、昔は地域の氏神的な扱いでお祭りもあったんだけど、新しい神職の代になってから集落の氏子衆と仲が悪くなって、それからはお祭りも立ち消えになり、参拝する人もほとんどいなくなって寂れる一方だった。神職は生活ができないから何かの卸のような商売を始めて、時々都会から柄の悪い連中が番でやってきていた、という話を後で聞いた。大人は案にその神社で遊んじゃダメだって口ぶりだったけど、カブトムシやクワガタがたくさんつく気があって、俺はよくその山に入ってた。山に入るには神社の石段を利用するしか方法がなかったけど、境内に入る前に山の奥に入っていく小道もあった。ただ、境内の端に大きな白樫の木があって、クワガタがついてることもあったんで、それは必ず覗いてた。俺たちが虫かごを持ってその木を見ていると、神社の裏手から神職が白い着物に袴姿で歩いてきて、俺らを見つけてじろっと睨んで口を開きかけたが何も言わなかった。俺らは怒られると思って首をすくめてたけど、神職が手に持ってるものに目を引かれた。片手にほうき、片手に手製らしい木の大きなチリトリを持っていて、それには山盛りに虫の死骸が集められていた。コガネムシが多かったがカブトなどの甲虫の他に、ガヤセミ、カナヘビの尻尾のようなのも見えた。神職がいなくなってから、俺と友達は神職が来た方に行ってみた。神社の裏には木造りの古い小屋があって、中はそんなに広くはなさそう。お祭りをやってた頃の道具なんかをしまってあるようなとこだと思うけど、ガラス窓がベニヤ板で塞がれて中が見えないようになってる。それよりも驚いたのはその小屋の周りの様子で、粉か何かが巻かれてるのかと思ったら、1センチくらいの層になったヤブカヤーブ、クモなんかの死骸だった。友達が、さっきのチリトリの中の虫もここで集めたんかな？と言うんで、この状態じゃキリがないから大きいのだけ拾ったのかも。薬でも使ってるのかな？と答えて、虫の死骸を踏みながら小屋の周りを回ってみると、一箇所板が破れたところがある。友達が、気になるよな。ちょっと覗いてみようよ。そう言って、かがんで縦20センチくらいの板の割れ目に顔を近づける。暗くてあんまり見えないけど、なんか箱が積んである、白い箱がたくさん。交代して俺が覗いてみると白い四角い箱が積んである。ようにも見えるけど、はっきりと何とわかるものはないのでつまらなくなって、もう行こうよと言ったら、友達が、じゃ、最後にもう一回。と言って覗き込んだ。あれ、何か動いてる。こっちに近づいてくる。と言った途端、後ろ姿がビクッと震えて、虫の死骸の上に尻餅をついた。どうした、と近づくと友達は大量に鼻血を出していて、首から胸が真っ赤になってる。鼻血は独特という感じで流れてるのに、それに構わず首を左右に振っている。俺があっけに取られてると背後から。こら、ガキども何をしてる。という怒鳴り声がして、振り向いたら神職が顔を真っ赤にして叫んでる。俺は弾かれたように立ち上がり、うつろな目をしている友達の手を引いて、ごめんなさい、と言いながら神社の逆側を曲がって石段まで行った。
そこで止まって後ろを見たが侵食は追いかけては来てない。友達のシャツは鼻血で体に張り付いたようになってる。血はさっきほどひどくは出てなくて歩けるようだったんで、ティッシュを鼻に詰めさせてゆっくり階段を降りながら、何を見たの？と聞いても、ただ下を向いて首を振るばかりで何も言わない。家まで送って行ったけど、その間も一言も喋らなかった。友達の家にはおばあさんがいて、シャツの大量の血を見ておろおろしていた。それから友達は学校を休みがちになり、たまに来ても俺を避けるようにして話をしなくなった。そのうちクラス外になって結局何があったのかはわからないまま、それから2年後、6年生の時に友達は血液の病気で亡くなった。ちょうど同じ頃だったと思うけど、あの神社の神職も死んだ。心臓麻痺か何かだと思うけど、小屋の前で倒れているのが発見されて、祀る人のいない神社は解体されることになったんだが、小屋の中からは古代の鏡や土器、管玉なんかがたくさん見つかった。神社の裏山には小さな古墳がいくつもあって、そっからこっそり掘り出したものだろうという話だった。第3話、リビングの窓。父ママに父呼ばわりされた。と言っても、こっちもちゃんと説明できるものではなかったから、仕方がないのかもしれないけど、父成分も少なめなのと、どっちかというと怖い方の話に近いところもある。ちょっと長くなります。幼稚園から徒歩で帰宅中、スーパーに寄ったのでいつもの道より一本裏道を通った。いつもの道は大きめな道路にある歩道で、裏道はそこから住宅のある通り。そこを通っていつもの道に出る予定で歩いてたところ、子供がとある家を見て、怖い。と言い出した。今までどうだったのかわからないけど、一年前は空き地だったと記憶してるところに新築の家が建ってた。新しい家ができてるねー、と言ったら子供がそこの2階部分を見上げて、怖いよ。という、なんだろうと見てみるとぼんやり何かが見える。人っぽいもの。ものすごくぼんやりだけど、人の形したものが2階にある大きな窓にくっついてる。なんていうか、何色だろう。グレーのようなものすごくぼやけてるんだけど、とにかく人の形。あれなんだろ？と立ち止まって見てたんだけど、見てても何かわからないので帰ろうとしたところ、そこの住人らしきママが玄関から出てきた。なんなのあんたたちも、なんなのよー。っていきなりマックスな状態で怒ってる。後ろから小学生の娘らしき子供とおばあちゃんも出てきた。娘はおどおどとしていて、おばあちゃんはやれやれといった感じ。いい加減にしなさい、あんたが悪いんでしょう。と止めるおばあちゃん。あんなにじろじろ見られたらゆっくりできないじゃないのよー。私の肩を掴んでゆさゆさゆすりながら叫んでて、それを止めるおばあちゃん。どうやら私が見てたところはリビングだったらしい。1階が駐車場と玄関で他に部屋があるのかわからないけど、2階にリビングがあって、道路に面したところの上半分がほぼ全面窓。横に長い窓って言えばわかるかな。床までの窓ではないので道路から室内はほとんど天井くらいしか見えない。背の高い家具なら見えてたかもしれないけど、私は家を覗いてたわけじゃなく、窓に見えるもやを見てたわけで家具がどうとか見えてなかった。私の子供が突然、キャーと叫んで、私の後ろに隠れたのでその声にビビったままも一旦止まった。落ち着いたのか。なんで人の家覗いてんのよ。と今までよりはおとなしめにだけど怒鳴ってきた。あなたの家の窓に人の形したモヤモヤしたものがいました。とか言っても信じてもらえないと思って、ぼんやりしてただけで室内を見てたわけではないとごまかした。どいつもこいつも父ばっかり。と叫んで自分の子供の手を掴んで家に帰って行った。おばあちゃんが、家を見てたんじゃないなら何を見てたんですか？と聞いてきたんだけど、なんて言っていいものかと迷ってたら、だからリビングにあんな大きな窓はやめとけって言ったのに、カーテンもつけろって言ったのに、丸見えだから人に覗かれるのよ。ねえ、そう思うでしょ？というので、いや、ちょっとわかんないです、と言って逃げた。家に帰る道で子供に聞いたら、窓に女の人がいて家の中を覗いてたらしい。それで玄関からママが出てきたら、笑いながら飛んでついてきてママの後ろから抱きついて笑ったんだって。それでキャーって言っちゃったとか。とにかく怖かった。それから週を挟んで今日のお迎えの時、家が近くの A ママと一緒に帰ってたら、例の家のママが待ち伏せしてた。窓全面にカーテンつけるから、そのお金を払えと、領収書を突き出してきた。私の子供と A ママの子供揃ってビクビクしてる。
払えとしつこかったんだけど、Aママが。最初からカーテンつけてなかったのが悪いんじゃないの？払うことない。と突っぱねてくれた。父ママと A ママがしばらく払い払う必要はない、と言い合ってたところにおばあちゃんが来て。またあんたは、いい加減にしなさい。と怒鳴り合い、父ママが私を突き飛ばして転んだ。転んだ時上に乗って殴りかかろうとしてたのを止めて、こっちは怪我させられた。こうなったら警察呼ぶしかないですね、と言ったら父ママ逃げ帰った。また取り残されたおばあちゃんに。ごめんなさい、警察だけはやめてね。ほんと、あの子はあんな子じゃないの。と話してきた。家を建てて引っ越してから優しい娘だったのが、短期でいつもイライラしてる娘に変わってしまった。窓もあんなに大きいのはやめるように言ったのに、大きな窓を取る作りにしてしまった。2階だから目隠しする必要もないとカーテンもつけないでいたのは自分なのに、自分はよく窓から外を見ている。そして自分の家を見てる人を捕まえては家を覗いてると文句言って回ってる。カーテン代もおばあちゃんが払ってるのに、覗いてる人を捕まえては請求して回ってる。誰も払っていない。そんな話を聞いて帰った。おばあちゃんと別れた後子供たちが。怖いの見た？見た見た。と話してた。Aママに何のことか聞かれたので先週のことを教えたら。他の人から聞いたんだけど、あの家よく怖いのがいるっていう子供がいるらしいよ。だって、子供には女の人が見えるんだろうか。Aママには何も見えてなかったらしい。私はモヤモヤしたものが見えてたけど今日は見えなかった。他にも見えてる人がいるらしい。人の形にすらなってないモヤだったり、人の形だったりはっきりした人だったり。とにかくもう、そこの通りは避けて通うことにしようと思う。それと、さっき幼稚園のママとも、Aママではない、から電話があった。父ママが、自分の子供の同級生に弟か妹が幼稚園にいるとこに突撃しまくって、私とAママを探してるらしい。旦那にストーカーされてるからやめさせるように言うから、連絡先教えてって言って回ってるって。旦那とか見たことないのに。第4話、兄と距離ができた理由。小学3年生の秋、二つ上の兄ちゃんと家の目の前の雑木林に遊びに行った。川、林、道路、家の順に並んでて、道路はあまり車が通らない、林の幅は狭くて迷子の心配がない、川は浅瀬、と子供の遊び場としてちょうどよく、普段から私と兄は友達を交えてしょっちゅうそこで遊んでいた。その日兄はおもちゃの銃で缶焼きを的にし、私は兄の邪魔にならないように、でも遠くもない場所で、木の実や虫を採集したり、落ちてるゴミで工作してた。的、兄、私、矢印は目線。おもちゃの銃のパンパンとなるリズミカルな音を背に遊んでいると、耳の奥が痛くなるくらいの強い耳鳴りがし、ぼーっとしてると、ふと気づけば銃の音がしなくなっていた。後ろを振り返ると兄がいない。歩く音もしなかったが、ボケっとしてたせいで聞き逃したのかと、名前を呼びながら探し回ったらすぐに見つかった。でも何か様子が変で話しかけちゃいけないような。あんなに呼びながら探してた私の方を見もしない。兄ちゃん、どうしたの？おずおずと聞くと、兄はゆっくりと顔を向けながら、見たこともないひしゃげた笑いをした。おずおずぐしゃりと笑う目鼻立ちが、時計回りに35度ぐらい、輪郭の中でずれてた。ショックに固まる私に、兄はゆっくりと近づいて手を伸ばしかけた瞬間、頭上でおもちゃの銃の音がパパパンと鳴り響いた。体の緊張が取れた私は猛ダッシュでその場から逃げ出した。すぐに家に着き、母親に震えながら泣きつくと、兄帰宅。兄ちゃんはちょっと横暴で、八つ当たりで私を殴り泣かせたりするやんちゃタイプで、喧嘩いっぱいしてたけど仲間って感じで仲良しだったのに、このことがあってからおとなしくて変に物分かりのいい兄になり、距離ができてしまった。第5話、連れて行こうか？先週の話。電車に乗って帰ってる時に外見てたら、急に空中を何かが横切ったのね。なんだ、と不思議に思い目だけをそっちに向けた瞬間に、前の座席の一番端に座ってた女と目が合ったんだよ。で、なぜか知らないけど、心臓が止まるぐらいにびっくりして、すぐに前を向き直したんだ。別に顔も普通で服装も普通の女の人なんだけど、心臓がドキドキしてきて、妙に気になり始めた。もちろん恋のドキドキとかではなくて、何か得体の知れない感じだったのね。
それからとりあえず、20分ぐらい橋の女を気にしつつも見ないようにして、外を見てたんだよね。そしたら再度何かが空中をスーって横切ったのよ。だから目がスーって自然に追いかけていった瞬間、さっきの女が斜め前に立ってて目があったのよ。その顔が無表情で、目が真っ黒でじーっとこっちを見てるもんだから怖くなってうつむいたのね。その瞬間にその女が走ってこっちに来てさ、目の前に立ったの。動揺しまくった俺はどうすればいいのかわからず、聞いてた音楽を止めてその女を見上げたんだよね。そしたらその女が顔近づけてきて。連れて行こうかって聞かれたのよ。あまりの怖さにすぐにせき立って横の車両まで逃げて、次の駅で降りたんだけど、怖くて怖くて。数分後落ち着いてきて辺りを見渡したら、その女がいなかったから、次に来た電車に乗ったんだ。そしたらその電車で人身事故が発生。誰か飛び込んだらしいんだ。その瞬間に、窓の外にさっきの女と似た服着た体が転がってるのを発見。中はパニックでおばさんとか女子高生とか叫んでたけど、俺も叫びたくてどうしようもないぐらいに怖かったわ。第6話、間もなく信号が変わります。ボタンを押したら、間もなく信号が変わります。ってアナウンスが一回流れてから、信号が変わるっていう横断歩道を真夜中に渡った時の話。車なんて来てないし、人通りも全くなかったけど、一応ボタンを押してアナウンスを聞いて、信号が変わるまで待ってた。そしたらバグったみたいにアナウンスが連続で流れた。ボタンを連打したみたいに。間もなく何が怖いって、5分くらい信号変わらず鳴り続けてたんだけど、この間信号無視して渡っちゃおうって気持ちが一切起きなかった。別に普段もルールとかそこまで気にする人間じゃないのに。これは怖えな。作業ははかどりましたか？また一緒に作業しましょうね。では、またねー。